いろんなゲームのいろんな情報をお届けするニャニニャネコマリオタイム。4月といえば入学式や新学期、新しい出会いの季節だにゃ。新しい環境に慣れるまでちょっと時間がかかるかもしれないけど、思い切って自分から周りの人に話しかけてみるときっと楽しくなるわよ。それではこのゲームのコーナーから行ってみるにゃ。マリオ博士でやゼルダ博士への道でやゼルダの伝説について詳しくなってゼルダ博士になっちゃおうっていうこのコーナー。今回はゼルダの伝説ブレスオブザワイルドでリンクが使える武器を徹底調査でや。確かに種類が多いからどの武器を使ったらいいか迷う時があるのよね。まずは剣や棍棒などの片手で扱える武器。片手で扱える分振りが速くて敵に反撃の隙を与えないんでや。左手で盾も使えるから攻めと守りのバランスが取れているのが魅力でや。あまり戦闘に慣れていない人は片手の武器がおすすめだにゃ。こういう少し曲がった剣は投げてみると、嘘でしょ、ブーメランみたいに戻ってきたにゃ。さらに夜にしか現れない骨の敵を倒すと落ちた骨を武器としても使えるんでや。気持ち悪い。次に両手で扱う武器。両手で使う分一撃の攻撃力は高いんだけど、次の攻撃までの隙も大きくなるから反撃されやすいんでや。うまく使えばいっぺんに敵をなぎ倒せるんだにゃ。ちなみにハンマーは硬い鉱石を壊すのに便利でや。宝石たっぷり。続いては槍系の武器。槍は攻撃力が低いけど素早く攻撃でき、リーチも長いから敵が攻撃してくる前に先制攻撃がしやすいんでや。素早い敵に対して便利そうね。持ってるのモップじゃない。他にも火、氷、電気の属性がついた武器もあるから、敵の属性を見ながら武器を変えていくのもコツなんでや。さらにこんな武器も。ファイヤーボール？あー、ちょっと迫力。ここで一つ耳寄りな情報だにゃ。火山地方に生息するこの岩オクタ、物を吸い込んで吐き出して攻撃してくるんだけど、吸い込んでる時に錆びた武器を投げ込むと、あ、食べた。うわぁ、ちょっと何なのよ。嘘でしょ、新品になって出てきた。私の古いネックレスも新品にしてほしいにゃ。次に紹介するのは一緒にチョキッとスニッパーズ。今回はスニッパーズのいろんな楽しみ方をご紹介。このゲームはお互いの体をチョキッとしてお題のクリアーを目指すんだけど、ネコピーチー、これを見て何か気になるところはないかにゃ。あれ、なんか見たことのない色のキャラがいるわよ。そう、これは最大4人で遊べるパーティーモード。4人で力を合わせてお題のクリアーを目指すにゃ。2人の時とはまた違ったコミュニケーションが必要そうね。4人の考えをしっかりとまとめて連携するのがクリアーへの鍵だにゃ。ところで猫マリオ、さっきから切りたくて切りたくてうずうずしてるんだけど。そんな猫ピーチには4人で対戦バトルモードがおすすめだにゃ。このチョキッと道場、ルールは簡単。とにかく相手を切って最後まで残った人が勝利だにゃ。うにゃー、切って切って切りまくるにゃ。他にも2対2のチームに分かれてホッケーやバスケで対戦できるんだにゃ。攻めるか守るかチームプレーと戦術が試されそうね。思わず熱くなっちゃうにゃ。さらにこんなこともできちゃうにゃ。
協力してすごい形にカット。例えば一人はずっとぐるぐる回って、もう一人がチョキチョキ切り続けると、綺麗な丸になった。他にもこんな形や、これは音符ね、なかなかの力作。こんな形もできちゃうにゃ。お花見の季節にぴったりじゃにゃい。アイデア次第でいろんな形にできるから、ぜひ試してみてほしいにゃ。思いがけない形になるのも楽しいけど、試行錯誤しながら狙った形にカットしていくのも面白そうね。それじゃ次のコーナー行ってみにゃおー。発見！任天堂eショップ探検隊。任天堂eショップで売っているゲームをテーマに沿って紹介するこのコーナー。今回のテーマは、ついお腹が減っちゃうゲーム。お花見もいいけど、私はやっぱり花より団子かしら。最初に紹介するのはハングリーバーガー。降ってくる食材をお皿に受け止めてハンバーガーを作っていくゲーム。高く積み上げるほど得点がアップ。でも欲張りすぎると、わっちゃー、崩れちゃった。バランスが肝心ね。え、嘘でしょ、ステーキ、ドリンクまで。ハンバーガーをたくさん作るとビーバータイム発動。限界まで積みまくるチャンスだにゃ。超メガ盛りじゃにゃい。お客さんも大満足ね。次はブランチパニック。ワゴンにやってくるお客さんに料理を作って出していくゲーム。操作は簡単。食材をタッチで盛り付けてスライドするだけ。こんにちは。ベーグルと牛乳ね。はい、どうぞ。注文していいかな。ありがとう。どういたしまして。注文していいかな。料理の中には焼くのに時間がかかるものもあるから、お客さんを待たせないようにうまく工夫をするにゃ。忙しくなってきた。少々お待ちください。やってくるお客さんはその個性も様々。はい、って見せた。慌てず焦らず、ゆっくり急いでクリアを目指すにゃ。最後はアットシンプル DL シリーズザ・熱血炎のラーメン屋。ラーメン屋が舞台の料理アクションゲームだにゃ。ラーメンは私も大好きよ。まずは麺を茹でて、ちょちょっと湯切り、仕上げは盛り付け。チャーシュー増し、ネギ増し、煮卵増し増し、メンマあり。できた。美味しそう。なかなか本格的ね。お客さんの注文通りにラーメンを作れたら、お店の評価やスコアがアップ。だけど一筋縄ではいかない。シルエットクイズでお別れ。あるアミーボのいろんな形